つぶやき社長さん、ご来場お招きいただいてありがとうございます。ありがとうございます。実は、デビューする前に一度ご挨拶に、来まして、その際にいらっしゃいましてご挨拶をさせていただいたんですけど、いや怖かったですね。本当に大丈夫なのか、次イベント2回あるんだから、まあ、大丈夫かと、本当にたくさん、そのデビュー前の時間にもかかわらず本当にたくさんのアドバイスをいただいて、そしてありがたいことにデビューをして5月24日に1回目イベントさせていただいて、そして今日また2回もやらせていただけるほど、改めて中野皆さんはじめ、そしてお集まりいただいた皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ始まったばかりで、これからの三浜レオンではありますけど、一日一日大切に、今日の日を忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。それでは最後に皆さん、僕のデビュー曲話さない話さない、皆さんとご一緒に参りましょう。それでは聴いてください。デビュー曲、話さない話さない。